間に合うか。ギリギリか。いや遅いから。オビト、決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。そう言うな、カカシ。おばあさんについて行ってあげたんだよ。だいたいいつもいつもそう、オビトの前に困った人がいるわけないでしょうよ。てめえは心の優しさってもんがねえのか。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。カカシを隊長に、オビトとリンでスリーマンセルね。で、俺は一人。悪い、聞いてなかった。俺はこれをあげるね。どうも。私はこれ。なんだよその手は。大体なんでお前が常人なんかになれたのかが不思議だ。お前に言われたくはないよ。俺のこのシャリンガンが開眼したらな。もう二人ともやめなって、そろそろ任務の説明をしてもいいかな。いい？このラインだよ。敵の前線にはすでに1000の忍びがいるって情報なんだよね。後方の支援がスムーズに働いてるってことですね。だから俺たち妨害工作をする忍びは少数精鋭でやるしかないんだ。うん、欠かしたい。君たちの任務は敵の後方地域に潜入。はい、はい、先生は国境までは一緒に同行するけど、そこから別れてミッションスタートだよ。あいつは、いやまさか。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。ちょうど開発中の真実を試してみたいです。来やがるな。行くぞ。先生、あなたが言ったんです。今隊長は俺です。早い。油断しない。印はつけた。先生の瞬身の術、早い。まさかお前があの、その意味がやっとわかったぜ。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず。じゃ、二人ともやめなよ。いい加減にしなさい、カカシ。さっきのあの術はもう使わない方がいい。スピードが速すぎて相手のカウンターを見切ることができない。不完全な術だからね。チームワークだよ。先生。どうしたの。カカシのやつがいつも俺のことだらしないってバカにするから、つい。木の葉の白い牙と恐れられた天才忍者、畑佐久間さんの息子でね。そんな天才の下で幼少期を過ごしたんだから。白い牙、そういえば俺も聞いたことがある。里の誰もが、もちろんカカシも尊敬する素晴らしい人だった。こんなことを勝手に話しちゃいけないのかもしれないけど、カカシの父佐久間さんは重傷されて、ご自分で自分の命を絶たれたんだ。そこで二択を迫られた。任務遂行か。だが彼は仲間の命を救うため任務を中断したんだ。挙句の果てには助けた仲間たちでさえ彼を中傷したんだ。オビト、少しでもいい、分かってあげてね。だいぶ良くなってる。そろそろ行くよ。はい、はい、ここからは二手に分かれる。気をつけて。さっさと行こうぜ、隊長さんよ。3カトン豪華級の術。こいつを預からせてもらおう。オビト、奴らを追うな。二人でこのまま任務を続行する。リンはどうすんだよ。捕虜になっても手厚く扱われるだろう。敵の負傷者を治療する条件でな。お前の言うリンの無事ってのは想像の範疇じゃねえか。忍びなら仲間を犠牲にしてでも任務の遂行が絶対だ。
やっぱりお前は嫌いだ。オビト、お前には力がない。お前には仲間を助けられるだけの力があるってことだろうが。リンはお前の身を案じて医療パックをプレゼントしたんだ。昨日お前にも言ったろ、余計なものをもらっても荷物になるってな。感情なんてものは余計なものなんだよ。お前は本気でそう思ってんのか。ああ、そうだ。もういい。俺は白い牙を本当の英雄だと思ってる。ルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされる。けどな、どうせ同じクズなら俺は掟を破る。やっと来てくれたか。この区内を一斉に敵側へ投げつけてください。あとは私一人でやります。見つけたぞ。落ち着け、俺にだってできる。迷彩学連の術。かかし、お前どうして。まさかお前、この穴の白い牙。俺は父の形見。かかし、お前。なるほどな、白い牙のガキか。やっぱりな。匂いは完全に消されてる。オビト、後ろだ。おい、カカシ、大丈夫か。敵のやつ、やり手だよ。俺の血の匂いのついたクナイはまだ死んだわけじゃない。気を抜くなよ。あの言葉だけは口先だけにしたくはないんだ。なぜだ。これがシャリンガンみてえだ。チャクラの動きや流れが目に見える。どうやら左目はもうダメそうだが、リンからもらったこれがある。一度手合わせしたがかなりの早技だ。気をつけろ。よし、あとはさっさと退散だ。ドトン、岩宿崩し。仕方ねえか。大丈夫か、リン、カカシ。やめろ。いいんだ、カカシ。くそ。いや。チクショウ。チクショウ。何が体調だ。俺だけ。お前にジョニー祝いのプレゼント、この俺のシャリンガンを。お前は立派な上人だ。それがリン、お前の医療忍術で。カカシ、こっちに来て。すぐ始めるから。これから先を見てやるからよ。が、やっぱりガキだな。忍びが何泣いてやがる。敵の援軍が来るぞ。オビト、
リ。ドトン、熱の転生。カカシのやつとせっかく仲良くなれたのに、と一緒にいたかった。こいつらは俺が足止めする。その隙に逃げろ。でも、リン、オビトはお前のことが好きだったんだ。大好きだった。ならカカシ、私の気持ちだって。俺は一度、行け、リン。ここは、この区内の樹式は、俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだ。リンはどこなんです？第三次忍海大戦、カンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れにドリは、後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、